こんにちは。クリーパーワールド4のキャンペーン、今日もやっていきたいと思います。今回 We Know Nothing からですね。やりますね。で、Ada の報告からまず始まって、リブートコンプリート、Ada復活ですね。ロケーションベリフィケーションフォーマーズ。まだね、この Ada は我々が火星に行くことを目標としてると思ってるんですよ。っていうのは、Ada って前回は完全に沈黙してたでしょ、カーネルパニックで。で、前々回アステロイドベルトみたいな火星に着いた時も、ちょっとエラーを起こしかけてて、システムメンテナンスが必要っていう状態になってたんですよね。だから Ada は、まだ火星がああいう状態になってる、粉砕されてる状態になってるっていうのを認識してないんですよね、多分。だからまだここが火星かどうか確認していて、テライリアン、地形の分析は一致しないと。電磁波の分析も一致しないと。放射性同位体は一部一致して、遺伝子の生物層はマッチすると。コンクルージョン、ノットマーズっていうふうに。ここが火星かどうかを報告してきてるんですよね。です。ドクターセロイすいません。私のシステムソフトウェアが、欠陥を経験していましたと。前回と前々回落ちてたことですね。で、システムメモリーの中の、失敗を起こしそうなところを記録しといたので、印をつけといたので、私の信頼性は、今後は増すでしょうって言ってます。同じ失敗はしませんって言ってます。で、我々は新しい目的地に着いたんですけれども、ここは火星ではないようですと。で、システムのプロトコルは、また火星に戻るには、しばらくまた再計算が必要ですって言ってます。まだだから Ada は火星に戻る気なんですよね。多分ね。で、とりあえずここは火星ではないと。でね、今回非常に新しいいろんなものがあるんだけども、このバーエミッターっていうのからこれは今までのこのバー全体からクリーパーが湧いてくるんですね。で、ここの謎のこのエネミーステーションからこの電線を通じて送られてるようなんですよ。クリーパーが、この2つの。で、これが謎の壁。防護壁ですね。で、ここにもあるんですけどね。で、ここで前回使えなかったピラミッド。作動すれば、クリーパーに対抗する液体を出してくれるピラミッドがありますよね。で、オブジェクティブが、やっぱりトーテム4つを起動させてリフティックで。で、コレクトアイテムはこれですよね。で、ヌルファイエネミーズが2と。で、とりあえず、いつものように、ここにリフトラボを設置して、で、今ポーズ中なんで、ちょっと、今回はソイレントタワーも使えるんで、とりあえずまた適当に、最初はちょっと時間を止めて、エネルギーをちょっと確保しますね。ここは、マイナーを置いた方がいいですよね。ちゃんとつなげないと、電線つなげないとダメですね。ちょっと離れてた。いいか。ここも置いといていいかな。
ですかね。で、あとは、あとはマイナーも置いてきますね。こんなもんかな。ここにちょっとタワーが足りないですね。で、まあ間違いなくこっちから来るんで、この辺にちょっと、これがね、バリアなんですよね。ディゼイブル、オール、こっちはね、こっちも、こう、イネーブル、こういう風にするとなんかここのなんかこれが、切ったりつけたりできるんだけど、これ意味がちょっとよくわかんないんだけど、まあちょっとつけときますね。そんであとはね、ここにいっぱいちょっと敵が来るんで、モーターを置いときますね。これでも間に合うかどうか。こんなもんかな。よいしょ。あ、これはオレンジ色は軍曹ですよ。サージ。プライオリティノティフィケーション。テクノロジーコンシステントウィズクリーパーマニピュレーションアイデンティファイド。クリーパーを操作するテクノロジーを見つけたと。この地で。で、注意しなさいと。クリーパーのフローパターン、not with any normal parameters。まあ、今までとは違う、通常のクリーパーのパターンではない、フローパターンを見つけたと言ってるんですね。で、ミッションプライオリティがヌルフィケーション。今回は、敵を全滅しろと、破壊しろって言ってるんですけど、でも敵の破壊はオプションなんだよね。今回、オブジェクティブでは。All other priorities suspended と、いつものありがたいお言葉で締めていただきました。All of these strange world、 奇妙な、全てが奇妙な世界であると。なんか、まあこういった世界の裏には知的生命体が働いてるようだとセロイは言っています。知的生命体がいるに違いないと、知性があるに違いないというふうに言ってます。で、続いてヒッピーからのお言葉で、Opportunities abound. Totems on this world require lifting. いや、こんなことは分かってるんですよ。トーテムにはリフティックが必要だと。幸運なことにグリーナークリスタルがあると。これですね。これがグリーナーマザークリスタルだそうなんですけど、All that is necessary is to enable a greener refinery.まあ、これを使うためには、この、今回から新しく追加されたこのレフィナリー、製錬所ですかね、が必要だって言ってるんですよね。ビルドザ・グリーナー・レフィナリー。まあ、このグリーナー・クリスタルの近くにこれを建てろって言ってるんですね。レフィナリーを建てれば、この、ここのグリーナー・クリスタルをハーベスト、収穫してくれると。で、ここで収穫したグリーナークリスタルは、あなたのファクトリーがコンバートゼンイントゥリフティックに変えてくれるだろうと言ってます。つまり、あと、まあ、ここにレフィナリーを作って、で、ここでね、ファクトリーっていうのが新しく、クリックトゥビルドショー、これでファクトリーを作ることができるんですね。このファクトリーで、ここで収穫したグリーナークリスタルをリフティックに変えることができるだろうって言ってます。まあ、ここに立てておきますね。で、このダイレクトソースオブブルート、この青いブルートオーレメイク AC
アットザファクトリー、 AC っていうのはアンチクリーパーのことで、これはね、電線をつなぐだけでブルーオーレを取ることができるんですよ。で、ここで取ったブルーオーレはまたここのファクトリーで AC アンチクリーパーに加工することができるって言うんですね。でね、アンチクリーパーってこのピラミッドの軌道に必要なんですよね。以前はあのリフティックでこのピラミッド記憶起動した覚えがあるんですけれども、まあ A って書いてある通り、このブルーオーレから加工で取れる、あ、このブルーオーレね、これ来てここで A って、これがアンチクリーパーね。これでこれをここに送ってこのピラミッド起動するみたいなんですよね。あ、だからこれもちょっと電線送っとかないとダメですね。で、あ、電線立てらんね。あ、これこうやって送って、ここに電線を送ればこのアンチクリーパーがここに行って、ここからほら二面かなんかで出てきたこの水ね、蒸留水みたいなアンチクリーパーを出してくれると、これがこのブルーあの青いクリーパーに対抗してくれるんですな。まあまあパーティクルフリートみたいですよね。まあ同じメーカーのゲーム会社なんで。で、こっからはなんだっけ、グリーンオーレ、オーレじゃないけどグリーナークリスタルか、このレフィナリーが稼働し始めると、なんかここにタケノコみたいに生えてくるこのこれをクリスタルを回収してくれて、で、これをまあ工場に運んで、で、ここでこのリフティックを作ってくれるとっていう仕組みみたいですね。今回結構すごい、すごい、すごい津波が押し寄せてきますよ。モーターで迎え撃つつもりですけど。すげえな、これ。すごいね、これ。っていうか、このアンチクリーパー、アンチクリーパーじゃ全然抑えられないですね。ここに壁もあるけどね。すごいですね。全然このアンチクリーパーじゃ、抑えが効かないですね、これ。すごいですね、今回。今回ちょっと尋常じゃないですね。13メートル。メートルでいいのかな、これ。もうちょっと作っとかないとダメだ、ダメかな。もうちょっと作っとくか。まだエネルギー余裕は、あ、エネルギー余裕結構ない。エネルギーの余裕は結構ないが、あ、でもなんとか。なんとか大丈夫ですね。でね、パイロンをここに置く。
送って、ここをね、まあこのヌルファで攻撃できるんですけど、届かないんですよね、ここだとは。届かないんですよ。だからまあとりあえずモーターで攻撃しますね。まあ軍曹のお言葉によりプライオリティはヌルフィケーション、敵の無効化無効化なんで、あれ届かないの、ここから届くかな、こっから、届かなかった無駄だった。そしたらこれをちょっと壊して、ここにパイロンを置いて、あ、届く、届くで、タワーをここに持って、うん、あんまりこのアンチクリーパーのピラミッドを使ってもなかなかなんないんで、この人こっちを攻撃してほしいんですけど、そうそうそう、これって何、攻撃の方向を指定したりとかってできんのかね。アボイドクリーパー無理っぽいね。移動はできるけど、強い敵優先とか、強い敵も弱い敵もないですから熱いとこ優先とか、そういうことはできんのかな。ここちょっと置ける、置けねえ。君こっちを攻撃してくれよ君、はい、痛い痛い痛い。ここにはエミッターないから、ここのクリーパー攻撃すれば減ってく一方だとは思うんですよ。あ、そっか、ガンとかで置けねえ1個しか置けないというケチくささ。ここも、まあ、こっちを攻撃してくれればまあいけると思うんだけど、ここもこっち来ないと思うから、あ、タワーでいいかな。タワーじゃないか。タワーを置いて、タワーを置いて、もう一個モーターを置いて、こっちは？こっちもこっちを攻撃してるんだよな。そしたらもうちょっとここモーター置かないと。ちょっと減らさないと、この辺のやつを減らさないとちょっと、いやでもこっからどんどん湧き出てるから、いやお前もこっちを、こっちじゃなくてこっちを攻撃してほしいんだがこっちね、あー、ようやくこっちがちょっとあれになってきたかな。よし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 、はい、こっちの方にちょっと使って、こっちを主に攻撃してもらって、うわ攻撃されとる、死ぬ死ぬこのパイロン、死ぬ死ぬこのモーター。電線がつながってれば回復してってるよね、攻撃されても。よし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 、あ、いいですね。ここで白い液体とクリーパーが戦っておる。そしたらこれでヌルフィケーション、ヌルファーで攻撃できる。こっちもいけるかな、いけるよね。
か電線なのかな、まあ、なんかこの中にクリーパーを操ってる人がいてっていうことなの、マニピュレーターがいて、で電源を送ってるのか、なんか電線を送ってるのかよくわからんがそれともこの細い管を直接クリーパーが言ってるのか知らない。よっしゃ、あ、これで完全に破壊ですね。エミッターとは違って完全に破壊で、オブジェクティブオブテイン、これでこのエミッター、あ、色が変わっとる。こっからもう、あ、赤くなってますね。もうこれ機能不全ってことでしょ。そしたらもうどんどん、あとはもうこれ新しい供給源がないからもうどんどん削っていくだけですよ。ストラクト、あ、いいな、すげえいっぱいグリーンクリスタル生えてるこれ勝手に生えてくるんだね。ここになんか生えてる数がこの18ってやつだと思うんだけどね。でブルーオーレの方が1部あたり 0.5 収穫できるっていうことだと思うんだけど、あはリフティックがすげえ溜まってる。もうこっちの方乾いてきてますね。もうこっから出てこないからね。アンチクリーパーをどんどん送れば、どうもこれ、あ、 0.81、 あの我々の白い液体が厚さがあるっていうね。色がちょっと白がなんか透明だからかちょっと分かりづらいですね。もう供給源がなければもう、あれ建てらんないのかこれこの辺に建てようと思うとちょっとまだクリーパーで死ねるな。もうあと1センチ蒸発ですな、ね、これ建てられるかな。もうあっという間に薄くなりましたね。リフティックが送られて、あれ今までもリフティックってこんな風にバリア出たっけ、リフティ、あ、トーテムで、そうでしたっけでもあとはどんどん、お、意外と遠くまで届くようで届かないというか、あ、ここまだちょっと青いのが残ってるな、クリーパーが残っとる。もうあとは回収するだけですね。ここ飛び越えていけるかな飛び越えていけんじゃないのかこれ
別に破壊する必要もなかった。これがアイテムでしょ。オフコース。エグゼキュータブルモジュールを2つ、42個のうち2つが有効だったと。アディショナルモジュールローデッド。これは電動車の、紫の電動車のお言葉ですね。ジャーナルビガンジャストステイパスアンドオールビカームクリア。まあ、旅が始まったと。ステイパス、なんか、すべての経路が明らかに、滞在経路とすべてが明らかになったと。つまりなんか今後の道が、すべて明らかになったみたいなこと言ってるんですね。Prize be the founders. Awesome. Just what I need.プライズ・ビー・ザ・ファウンダーズと、ちょっとセロイも連動者にちょっと感化されてますよね。最後かな。リフティック全然余っとる。大量に在庫がある。よし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 。で、今後はどこを目的地にするかっていうことですよね。エイダはまだなんか火星に行くつもりみたいですけど。次のタイトルが We are never alone。 どうもなんかまた新しい仲間が登場っていうことなんですかね。それでは今回は終わりますね。ご視聴ありがとうございました。